モノ軍の一物軍は、アメリカ合衆国カリフォルニア州の東中部に位置する、軍である。シエラネーバダ山脈の東側、ヨセミテ国立公園とネバダ州の間にある。2000年国勢調査で、の人口は12,853人だったが2010年では14,202人と10.5%増加した。軍庁所在地は、ブリッジポートである。 物群の唯一の法人化町はマンモス山のふもとに位置しているマンモスレイクスである。ジューンレイクなどその他の地もスキーや釣りのリゾートとして有名である。群域の中央にはモノ湖があり、数多いは当たり鳥や映像鳥類の重要な生息地になっている。この湖は塩分を含みアルカリ性の水から立ち上る石灰化の戦闘があり、自然のままの姿を残している。 軍内には、ゴールドラッシュ時代の州の公式ゴーストタウンである、ボディもあり、州立歴史公園となっている。モノコ、モノ軍の中でも最も目立つ地形であるモノ軍は1861年に、カラベラス軍、フレズノ軍及び、マリポサ軍の一部を合わせて設立された。軍域の一部は1866年に、陰陽軍に割上された。軍名は、モノコから取られた。モノコは、 シエラネバダ山脈のモノコから北、オーエンズ湖にかけて住んでいたパイユート族インディアンのクゼリカバンドにちなんで1852年に名付けられた。この部族の西側の隣人、ヨクウト族はクゼリカバンドの主食がハエの幼虫であり、交易もしていたので、クゼリカバンドのことをハエの人々を意味するモナチーと呼んでいた。考古学者たちはこの地域の初期住人についてほとんど、 何も分かっていないが、最初の英語を話す人々が到着した時までに、クゼディカバンドが何世代にもわたって住んでいた。クゼディカバンドは資料最終民であり、その言語は、書承2号に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は3132平方マイルで、あり、このうち陸地は3044平方マイル。 水域は27平方マイルで、水域率は2.79%である。モノコ石灰下周率保護区モノ群は9つの群と接しているアメリカ合衆国の中でも数少ない群の一つである。東部シエラ交通局がアメリカ国道395号線沿いの都市間、バス便とマンモスレークス市内のバス便を運行している。バス便は、 南のロサンゼルス郡のランカスターや北のネワダ州、リノにまで拡張されている。ヨセミテ地域交通システムもアメリカ国道395号線沿いに、マンモスレイクス市からリーバイニングに向かい、ヨセミテ国立公園に入るバス便を運行している。モノ軍内の一般用途空港は、ブリッジボートに近いブライアント飛行場、マンモス、ヨセミテ空港及びリーバイニング空港がある。 2008年12月、マンモスヨセミテ空港からロサンゼルス国際空港まで季節による営業便が就航した。この便はホライゾン航空が運航しており、マンモス山スキーリゾートが出資している。ブリッジポートにあるモノ軍庁舎以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。モノ軍は以前にアメリカ合衆国大統領及び連邦議会選挙で、 共和党寄りの地盤だったが、近年の選挙では、接戦を演じるようになった。2004年の大統領選挙では、民主党のジョン・ケリーが7票差まで迫った。2008年の選挙では、バラク・オバマがさらに伸びて、共和党のジョン・マケインに668票差をつけた。2004年の大統領選挙以前で、民主党が多数を取ったのは、1940年のフランクリン・ルーズベルトが最後だった。 2008年11月の明大8に関する住民投票では法案に反対したカリフォルニア州内陸部3軍の一つとなった。これは同性同士の結婚を禁止するためのカリフォルニア州憲法修正案だった。反対は55.5%、賛成は44.5%となった。アメリカ合衆国会議員の選挙ではカリフォルニア州 第25選挙区の一部であり、カリフォルニア衆議会下院議員の選挙では、第25選挙区、カリフォルニア衆議会上院議員の選挙では、第1選挙区に入っており、2010年時点で全て共和党議員が務めている。ありがとうございます。